県立芸術文化短期大学の卒業制作展は昨日から始まり、2年生の美術科と4年生の専攻科の学生91人が手掛けた絵画や彫刻などの力作およそ150点が展示されています。美術科2年の福山ひまりさんの作品は、鏡越しに映る裏の自分を淡く優しい色調で表現、ファンタジーな世界観を演出しています。 会場にはこのほかグラフィックアートと映像を組み合わせるなど学生のアイデアとユーモアが溢れた作品が多く並んでいますこの卒業制作展は来月4日まで県立美術館で開かれています